駅舎反対側にある駅入口コルトレイク駅はベルギーフランデレン地域ウエストイコールフランデレン州コルトレイクにある主要鉄道駅でベルギー国鉄の駅でも繁忙駅の一つであるコルトレイク駅はベルギー国鉄66号線75号線83号線が通っている現在は1日あたり1万人の利用客を有しベルギー国内では15番目 ウエストイコールフランで練習内では2番目に旅客数の多い駅である。インターシティやインターレギオなどの優等列車のほか、普通列車が停車し、国際列車はフランスリール方面へ、インターシティが連絡している。4面8線の地上駅。2007年の統計によると、平日1万32人、土曜4190人、日曜5992人が利用している。 最初の鉄道は、コルトレークとヘントを結ぶ路線で、レオポルド一世とルイーズ・マリー・ドルランによって1838年9月22日に開業している。現在ある場所に駅が開業したのは1839年である。駅舎は後に拡張されている。第二の建物は1857年に開業し、1876年に拡張された。 歴史的な価値のある元々のガラスや鉄骨を含む建物はプラットフォームや線路部分を覆っていたが第二次世界大戦時に空襲によって破壊されている。戦後、新しい駅舎が1956年7月7日に営業を開始し一新された NMBS リーシュガーステリンガン2007ありがとうございます。